はい、どうも皆さん、こんにちは。カリパイです。前回ね、イカダをフルアーマー化したということでね、じゃーん、こんな風になりました。今回はね、イカダにね、ちょっともっとおしゃれかどうかわかんないけど、キッチンを作りたいと思います。それでは早速やっていきまーす。そうだな。まずは、どうしようかな。この辺に。ここにしようかな。階段をつけて、階段はね、一段上がった感じにしましょうか。柱を立てて、ちょっと一旦これどかしましょうかね。一旦移動させます。で、柱をよいしょよいしょよいしょ。こんな感じかな。で、床を張っていきますが、これか。床はここと。よし。うん、いいですね。こう上がって、この上にね、キッチンを作ります。じゃあね、これも移動させちゃいます。よし。このね、まずは、じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。で、この大型グリルをね、まださらに、行きましょう。グリルを、よいしょ。あ、大型グリルじゃ、名前アドバンスグリルっていう名前ですね。もう一個いっちゃおうかな。よいしょ。1、2、3台。それから、あれ、さっきこの簡素なグリルないなっちゃったね。これ簡素なグリルが消えちゃった。まあいいや、もう一回作りますか。テーブルをここに置いて、いや、まあいいや、ここにしよう。ここに置いて、で、これを1、よっしゃー、これでここに、ここね、これ1、2と、よし、これでここで焼いて、こんな感じですね。あとね、ここにちょっと水関係のものを置きたいので、どうしよっかな。これいきますかね。洗浄、アドバンス洗浄機。これね、水をね、作ることができます。そして、燃料がね、いらないのが、これがちょっといいかなと。ガラスが4枚。あ、ついてた。よし。これはね、じゃあちょっとこの、足元にね、よし、ここに置いて、で、そうするとね、
んな感じかな。なんかこう壁を作ってね、こうして、まあいいですね、こんな感じでいきましょうか。これ、よし、あ、2段いきますね。よし、もう一個作るか。スクラップと、使った。よし、これで、焼けた食材をしまっておくね。場所ができました。よし、まずフライドチキンはここへしまって、で、こっちに魚系と、フライドチキンはね、ここで、魚系がこっちという感じで、まあ下は焼く前のものとかも入れようかな。あと、まあせっかくなんでね、ちょっとランタンあたりを、ああ、いいですね。こんな感じで見晴らしのいいバーベキューエリア、あとね、ちょっともったいないので、今まで使っていたね、この浄水装置も、とりあえずセットしておきます。はい。というわけでね、できました。あー、落ちちゃった。どうすかね。あんまりなんかかっこよくないな。まあ、いっか。あ、これいいね。ここでちょっとね、目隠しをして。あ、これいいね。うん。よしよしよし。あ、こっちはいっか。熱いところね。はいはい。よし、あ、ここもできる。あ、これいいね。お、なかなかおしゃれじゃないですか。どうですかね。個人的には結構気に入りましたね。まあ、ちょっとね、あ、ここが見えちゃうのが。よしよしよし。これぐらいかな。そこができないっていうことは、このよいしょ、んで、これもう一回置き直しますか。こんな感じかな。よっしゃ、お、いいじゃないですか。もう一回行きましょうか。じゃーん、できました。ちょっとせっかくなんでね、魚でも釣って実際魚焼いてみましょうか。まあしかしあれですね、まあちょっと今このご時世ね、新型のウイルスの影響で、まあ日本もね、まあ外食の自粛っていうね形だと思うんですけど、まあ今ね自分のいるセブ島も、もうあれ3週目かな、まあロックダウンっていう言葉が使われてるんだけど、まあロックダウンとはちょっと厳密に違って、まあ、とにかくね、許可なく外出はしないでねっていうような感じです。一応ね、許可書があれば外出はできるので、まああとね、夜間の外出禁止はもうかれこれ1ヶ月間ぐらいずっと続いてますけど、まあそんな状況でね、まあなかなか外に行くこともなくて、まあ、ずっと家にいると。まあこのね、ラフトをやって、外にいる気分を味わってるっていう感じなんだけどね。ほんとね、先が見えないっていうのがなかなか辛いですね。ちなみに、まあアルコール、
あの飲むほどね、お酒のアルコールもうずっと禁止なので、販売提供禁止状態なんで、まあ今ね、うちに冷蔵庫には、まあなんとかあとね、3本ぐらいストックがありますけども、まあ最近なのでね、もう全然ビールを飲まなくなりましたね。はい、じゃあ早速ね、釣れた魚を焼いてみます。このね、サーモンっていうね、大きなタイプの魚は、この大きなグリルでしか焼けません。で、あとはね、こんな風にこっちで焼きます。あとね、この大型のグリル3匹まで置けるので、ね、おー、こんな感じで一気にね、魚を焼くことができます。で、焼いたらね、ここでどんどんしまっていくと。まあ、チキンもたくさんありますね。はい、というわけで、今回は、どうですかね。ちょっとおしゃれというか、まあ利便性のいいキッチンを作ってみたというところです。あとね、まあどんどん、まあ、今ねこう置いてあるものはまあ一旦ね解体してどんどん作り直していこうかなというふうな予定でいます。はい、というわけで今回はここまでです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。